友人から悩みを相談されて、どう返事したらよいか、どうすれば解決できるか迷ってしまう時がありますよね。そんな時に役立つ星観さんの解決法をご紹介します。看護師の悩み。星観さんの本をたまたま読んで、講演会に初めて参加した女性がいました。30年間看護師として働いていたのですが、彼女にはある悩みがあったのです。30年間ずっと同じ夢を見続けています。夢の中では無資格で看護師としてふさわしくないのに、病院で仕事をしている夢です。とても辛くてしょうがありません。どうすればこの夢を見なくなるでしょうか。おそらく心理的に看護師に向いていない、看護師として有能ではないと自責の念があったのだと思います。ではその悩みに対して星観さんの言った言葉が次です。星観さんの言葉、5秒で治せますがどうしますか。治りたいです。私の本を読んで講演会に来て質問しているということは、少なくとも私のことを嫌っていないということですよね。もちろんです。もしかすると私のことを信頼しているかもしれませんね。もちろんです。いろいろな話を聞きたくて、私の苦しみを取ってくれるのではないか、そのヒントをいただけるのではないかと思ってきました。私を信頼しているのは本当ですか。はい、信頼しているのですね。では言いますが、あなたは看護師として十分な力があり、十分な資格があり、ちゃんとした人ですよと言いました。そのやり取りを聞いていた周りの10人もすごいと言って拍手をしたようです。すると女性はたくさんの涙を流して泣いたようです。少し経って泣き止んだ女性は清々しい表情になり、30年苦しんでいたものが本当に5秒で取れたらしいのです。では自分が友人から相談された場合、具体的にどのように答えればよいかが次です。どう答えるのか。もしあなたがあなたのことを信頼している友人から、辛くてしょうがない、どうしたらいいかと相談されたら、まずはこう言ってください。私を信頼していますか。私は人を見る目があると思いますか。そして相手がはいと答えたら、続けてこう言います。じゃあ私の言うことが信用できますね。だったら言いますが、あなたはちゃんとした人ですよ。だからこそ私はあなたを友人にしているんじゃないですか。私がそう言うのだから間違いありません。このように言ってあげると良いみたいです。いかがでしょうか。解決できるかどうかは悩みの内容によって変わるかもしれませんが、でも信頼している人からちゃんとしていると言われたら元気が出てきますよね。結果相手を励ますことになりますし、励ました側の自分は喜ばれる存在になるわけです。人間には喜ばれると嬉しいという本能がありますので、両者ともに嬉しく楽しくなりますね。このお話を一つの解決法として知っておけば、役立つ日が来るかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。この動画が気に入って、高評価、チャンネル登録してくれたら、嬉しい、楽しい、幸せ。愛してる、大好き、ありがとう、ついてる。